暖気運転をご存知ですか？暖気運転とは機械を始動した直後に低負荷での運転を一定時間行うことを言います。昔の車は冬になると数分間アイドリングしてエンジンを温めてから走り始めるのが当たり前でしたが、性能が良くなった今の車には暖気運転は必要なのでしょうか？暖気運転の目的はガソリンをスムーズに気化させ、エンジンを温めて内部にオイルを循環させることなどです。昔の車は燃料の噴射がうまくいかないケースが多く、オイルの性能も悪かったために必ず暖気運転をしていました。ここ10年くらいの新しい車は電気制御によって燃料の噴射量などを適切に制御し、オイルの性能も向上しているので、毎日乗っている車であれば暖気運転はしなくても問題はないそうです。ただしエンジンオイルの油膜は時間の経過とともに薄くなってしまうため、久しぶりに車に乗るときはエンジンの回転数が落ち着くまで30秒から1分程度は暖気運転をした方がいいでしょう。また駐車中に自動車のエンジンをかけ続けるアイドリングは付近に住む人々に大気汚染や騒音の問題を引き起こすこともあります。そのため東京都をはじめ神奈川県、埼玉県などの首都圏では環境保全の観点から条例で自動車等を駐車または停車するときはエンジンを停止することを義務付けています。極寒の地域の朝一番の始動時は車種によってはエンジンの状態が安定しない場合がありますが、今の車ならほぼ問題ありません。車内の温めやガラスの凍結解除のためにアイドリングをする際は、凍結防止にはフロントカバーを用いるなどして、なるべくアイドリングの時間を減らすように努めましょう。車の精度の飛躍により先に述べた通り、アイドリング状態での暖気運転の必要性はありません。しかしエンジンを良好に保つためには走行しながらの暖気運転がおすすめです。